はい。皆さん、おはようございます、マーティン。デ h e o t h ボーイキングタクです。今日は、えー、ザ・ドリフターズ、志村けんさんが新型コロナウイルスなくなって2ヶ月経とうとしております。そこで、志村けんさんに関する <laughs> クイズと、およびザ・ドリフターズに関するクイズを出します。さあ、問題です。最初はグーで発案した、あの、きっかけを出した人は誰でしょうじゃんけんを発明したのは誰でしょう志村けん、いかぎやちょ 赤木ブー。さあ、どれでしょう <laughs> 正解は、志村けんさんでした。最初はグー、あの、ケットのあのコントで、確か、それをきっかけにジャンケン、じゃんけんを編み出したそうです。次の問題。志村健のバカ殿さんは、カロ役は、あの、桑野信義さん、あの大、大先輩、志村とは、はい。で、あるんですが、その、その前の、ザ・ドイターズ・ドイフの大爆笑で、カロ役をやったのは誰でしょう加藤ちゃんこと、加藤茶。 中本浩二、いかぎや長介。これファンにはわかると思います。見た人もわかります。正解は、えかぎや長介さんでした。では、次の問題。えぇ、ー、島県の若戸さんで、ね、私が見た、まあ大丈夫だと、えー、ドリフの大爆笑両方見て、えー、動画も含めて見て面白かったコントは何でしょう えーっと、寝台列車、居酒屋、喫茶店、どれでしょう。正解は寝台列車でした。あの時もう感動しました。志村さんがあのおばあちゃん役であれ、階段登れ列車、あのなんか音を鳴らすわ。あの梅ですっぺて言うわ。ぷーって言おう音鳴るわ。もう、声面白くて笑いすぎました。あの時は、はい。うん。びっくりしました。はい。 開きます。では、次の問題。えー、ザ・ドリフターズの番組、ドリフの大爆笑もそうですが、8時台を全員集合も確かに面白かったです。あの時は感動いたしました。はい。志村健さんの、えー、最初の付き人はイカギラさんですが、それをやめて一旦、もう再びつけべとになったあの人は誰でしょうイカギア長介さん。 加藤ちゃん、加藤お茶、えー、高木ブーさん。<laughs> 最初、イカヤさん、その次。正解は、加藤ちゃんでした。はい。加藤お茶さんの付き人でした。はい。では、次の問題。島県のバカトサヤマヤ大丈夫だっ、ね、て、毎度お馴染みの変なおじさんは誰でしょう <laughs> サマーズの大竹和樹さん。鬼矢作の矢作さん。島んさん。これね、もうわかるけどね。 一人、違います。正解は、大竹和樹さんと答える方、引っ掛けです。これはもう引っ掛け。志村けんさんでした。顔は似てるけど、全然違います。<coughs> じゃあ、次の問題。えぇ、ー、志村けの大丈夫だ。いろいろ、ひとみばあさん、あの、あれ言うんですよね。年取ると、ファーファー、ファーファー言うんですよ。そういう感じなんですが。あれ、相手役は誰でしょう 上島、打ウクラブ、上島竜兵、出川鉄道、肥後克チ打ウクラブ。どれでしょう相手役。はい。正解は、打ウクラブ、肥後克彦で,でした。はい。次の問題。えー、島県のバカ野様で有名な、明けましておめでとうを、ゆうかさんは何て言いましたでしょうあでましてお出目、おでめとう。甘けしてお出目と、おでめとう。 赤まして、おかまとをおお。さあ、どれでしょう正解は、甘けして、おめでとうでした。さあ、次の問題。毎年正月の番組、えー、実は唯一プロがいたんです、プロボーラー。その、正月の毎年公演の正月番組、ツーブルのアブレカ交友館で、あの、プロボーラーとして、スケットで出たのは誰でしょう志村さんとツ数部師匠のスケット。 ナイナイさんにはスケッついてません。ただ、岡村さんは、今年、あの、新型コロナウイルス関連の、あの、風俗店というお店のあれで、あの、不適切な発言があって、そこは謝罪させていただきます。さあ、スプロボーラードは誰でしょうヒントは愛嬌ボールです。三択出します。岩見彩乃さん。ほんま、なるみさん。川崎由衣こと川崎ゆい。ゆいちゃんです。さあ、正解はどれでしょうか 正解は、ほんまなるみさんでした。あの美人好きでしたね。めっちゃ好きやん。はい。興奮しますね。はい。では、次の問題。島家のバカ道様でアイドルはまあもう娘ももちろん出たんですが、平成時代に出たアイドル誰でしょうラストアイドル。アンジュルム。桃色クローバーゼット。バカ道様のゲストです。 正解は、ももよクローバーゼーッとでした。では次の問題。変なおじさんやりたいという案が出た人がおります。それは誰でしょうあの魔法のランプで実はあったんです。一回だけ。渡辺直美さん、えー、松高子さん、えー、千鳥大悟。正解は、渡辺直美さんでした。 では次の問題確かに弟子男あのお酒こぼしゃいもう芝居が下手くそだったりいろいろありましたけどもえー、っと志村けん最初の愛比人優香さん最近の愛人は誰でしょう最近です談密橋本まなみえ尾、ー、上萌えか <laughs> さあどれでしょうか ヒントは山形出身です。正解は橋本愛美さんでした。では、次の問題。えー、志村けんはいろいろ、あいーんとかいろいろ発明し、うれしいな、など、いろいろギャグを発明しました。日本の喜劇をえー、志村けんさんは、ある映画でオファーが出たんです。あのね、映画ではなくて。 あるドラマでオファーが出たんです。そのドラマは何でしょうドクター X。えー、相棒。エール。<laughs> これわかるかな正解はエールでした。今年ドラマ出演するはずだったんですが、その、なんだろう。撮影中、もう新型コーナーインスでもう亡くなっちゃったんです。それは残念です。相当お祈りします。次で最後の問題。 次に <laughs>、えー、最後の問題。島県さんの今後の後継者になってほしい人、まあ、もしくは、島県の師匠である方は誰でしょうダチョウクラブ、吉島隆平千鳥の大悟、千鳥のノブ。これは正解は千鳥の大悟でした。というわけで、ご参加いただけたでしょうかということで、 以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。